皆さん、こんにちは。LINE アットビジネス活用コンサルタント、横田修林です。今日はですね、LINE がですね、2017年の1月17日に非常に大きいですね、ニュースの発表がありましたので、早速今日はそれについてお話をしていきたいと思います。ではまずニュースの方をご覧いただきたいと思います。こちらになります。はい、プレスリリース、1月17日のプレスリリースによりますと、LINE、ウェブ、アプリ上で LINE の友人へのシェアなどが簡単できるソーシャルプラグインを刷新というものが出てます。そして、新たに友達追加ボタン、いいねボタンも追加というものが、出ました。いわゆるソーシャルプラグインといってですね、まあ、Facebook、Twitter などがやっているいいねボタンとかツイートボタンみたいなものの類ですね。これに関して LINE は今まで、LINE で送るボタンというものを提供していたんですが、これをちょっと、刷新しまして、それに加えて友達追加ボタンと、今回いいねボタンが追加になったということなんですね。で、ちょっとね、専用ページ見ていきたいと思いますが、こちらになります。はい、LINE で送るボタン、友達追加ボタン、いいねボタン、このね、3つセットになっているということですね。で、これ後で説明しますので、早速ですね、こちらから見ていきたいと思うんですが、こちらですね、ご覧ください。はい、LINE で送るボタンというもの、友達追加ボタン、いいねボタンというふうにあるわけなんですけど、この設置方法は、この下にリンク、貼っときましたので、この URL からですね、見ていくことができるんですが、実際にどんな動きをするかっていうことを今日はまず説明していきたいと思います。では順番にいきますね。LINE で送るボタンからいきたいと思います。はい、LINE で送るボタンっていうのはこのようにですね、ホームページ上ですね、アプリじゃないですよ。ブラウザーベースのホームページ上に、ここにですね、LINE で送るボタンっていうものを設置することによって、動かしていくことができるわけなんですけど、この LINE で送るボタン、ちょっとこれまだ、途中ですね。途中って言って、中継しながら直してますけど、この LINE で送るボタンを押すと、このようにですね、LINE のアプリが開きまして、アプリ上にですね、誰に送りますかっていうのを聞いてくるので、この人です、みたいな形で、横田さんを選んでチェックを入れて、送信ってやると、もちろんね、友達とかグループとかトークとか選べるんですが、友達の横田さんとか選ぶと、それが LINE に投稿される、送ることができるというものなんですね。で、これは、今までは、ここについてますような、この LINE で送るボタンなので、見た目はね、ほとんど変わらないような形なんですけど、これが、今回ですね、少し新しくなったようです。で、まあ、これに関しては、何が変わったかっていうことなんですけど、実は今までですね、スマートフォンからはこの LINE で送るボタンが有効で使っている方も多かったんですが、これはね、あんまり大きい発表にならなかったんですが、LINE のですね、ある、開発者ブログの中でパソコンからもできるようになったよっていう発表があったんですよ。でも、実は Yahoo さんとかですね、大手でも、PC サイトにはこの LINE で送るボタンを設置してないっていうことが起きていたんですが、僕のホームページは PC からでもできるようになってるんですけど、Yahoo さんでもやってなかったり、大手のニュースサイトでもほとんどなかったんですけど、まあ、今回は、一つのソースでスマートフォンでもパソコンでもどっちでも動くようにしたので、おそらく、もっと普及するんじゃないかなというふうに思うんですが、これですね、今まで PC でも設置できたけど知らなかった、設定を知らない人が多かったものです。で、まずですね、この時に、このように URL をシェアすることができるわけですね。で、このブラウザーから LINE のアプリに飛んで、アプリの中にシェアされたものに対して、これをクリックすると、またホームページに飛んで、ブラウザーで飛んで、その中で見て、また今度ツイートしたりとか、いいねしたりとかしていくので、この LINE という6800万人のインフラの中に情報が回ることによって、口コミが広がるので、ウェブサイトの方も LINE で送るボタンをホームページにつけましょうねっていうのをずっと僕は言ってきましたけど、このことです。で、これに関してですね、この LINE が指定した画像しか使うことができないっていうことが今回も書かれていましたので、このボタン、まあ何種類かボタンはあるんですけど、LINE が指定してない自分でバナーを作ってクリックしたら、
LINE で、この LINE に飛ぶみたいなことをするのは一応ダメだということで、注意しておいてください。そして、この LINE の中でですね、実際に物事が広まって、それをクリックすると、またウェブサイトに戻るわけですよ。なので、LINE でどのぐらいね、シェアされているかっていうことを測っていきたいんだれば、URL の最後に、ハテナイコール LINE みたいなパラメータをつけてですね、分析していくと、効果的かなと思います。これがまず一つ目の LINE で送るボタンです。では、二つ目の方に行きたいと思いますが、友達追加ボタンについて話したいと思います。友達追加ボタンは、実は今までもあったんですけど、ちょっとそれ後で話すことにして、まず最初に見ていただきたいのは、こんな感じで、ホームページのとこに友達追加っていうボタンをつけることができます。で、このボタンにはですね、横にこのように数字が出ていて、自分の LINE アット、もしくは LINE の公式アカウントの友達数っていうのを表示することができます。これ個人アカウントはできません。で、この LINE アットのこの数字っていうものを、見てですね、これポチッと押したりすると、こんな感じになって、LINE で、どこどこを友達に追加しますかみたいな形で、こういうふうに聞いてきます。で、ポイントなのは、今回すごいポイントなのは、これで OK っていうのを押すと、実は、LINE のアプリに飛ばないで、ブラウザー上だけで友達追加が完了しちゃうんですね。今までは、この友達追加ボタンを押すと、LINE のアプリに飛んで、そして追加って押すと、LINE に行っちゃうんですよ。で、一回 LINE を閉じて、またブラウザーに戻らなきゃいけないので、そこがちょっとね、厄介だったのが、今回は、友達追加すると、そのままブラウザー上できるので、友達数を、特にね、EC サイトですね、今までメルマガやってたとか、EC サイトやってる方にとって、友達数を増やしていくってことが、今まで以上に簡単できるようになったので、この新しい友達追加ボタンは、つけた方がいいです。で、ブログをやってる方は、ブログの更新情報を友達追加してくれたら教えますよって言った場合に、ポチだけでできるようになりますから、この辺も見込めるんじゃないかなと思います。ちなみに、実際これで OK を押すとどうなるかというですね、このように、ホームページですね、ブラウザー上の表示のとこに、友達済みっていう言い方がいいかどうかちょっとわかんないですけど、友達済みという表現に変わりまして、そしてですね、友達済みになった瞬間に、LINE からこのように通知ですね、新着メッセージがありますっていうのが出て、友達追加の、自動メッセージがですね、届くようになっているので、これ後からですね、また LINE 見れば、その登録した後から来ているので、まあ、それは後からですね、もう一回見れるので、だから、そこでまたその登録した人に対して何かどっか誘導する道を作っておくってことができるから、なんかその、なんていうんですかね、お客さんの動線として非常にわかりやすくなった。ので、今回は面白いと思うんですけど、ちょっとね、気をつけなきゃいけない点っていうのをちょっとここに書きました。これ後で話しますね。これが友達追加ボタンですので、LINE アットを始めて、友達追加ボタン簡単にポチしてねっていうようなことをつけていくっていうのは、ぜひやった方がいいと思います。で、そんな中ですね、このとこに、この 16K という友達数、まあこれ表示しないこともできるようですが、の横に、この家マークっていうのがね、出てるんですね。ちょっとちっちゃいですけど。この家マークが何かっていう話です。はい、次のページ見てもらうと書いてるんですが、書いてないですね。こっちね、こっち先行きますね。この家マークっていうとこをポチってすると、この自分の LINE アットのですね、もしくは LINE の公式アカウントのタイムラインを見ることができるんですね。なので、この LINE の、こう、なんか、ついにここ来たかって感じなんですけど、僕これ前から予言したことなんですけど、LINE が、このね、ウェブの方にもね、どんどん参入してくるよって話に、まさになってるんですけど、で、このブラウザーで見てる人に対しては、この、ホームボタンを押すと、ブラウザーで表示されるってことがポイントなんですね。つまり、この LINE のアプリに行くんではなくて、ブラウザー上で、タイムラインが見れるようになったわけです。で、ここを見てですね、その、ブログで書いてる内容、ホームページ書いてる内容を見ながら、こっち飛んだら SNS の方も頑張ってるなってことになれば、タイムラインがね、かなり活性化すると思うんですよ。今回、今まで見てもらえてない人も見てもらえるようになると思うので、その点も今回結構大きいかなというふうに思っています。
で、当然このタイムラインに行った時には、ここにいいねボタンとかコメントするとこがあって、コメントもしていけるので、そういう点でもいいし、今回のですね、ソーシャルプラグインの結構大きいポイントになっているのは、この友達追加ボタンとか、LINE で送るボタンに関してもそうなんですけど、パソコンからでもできるっていうことなんです。今これスマートの画面になってますけど、パソコンからでもこの家マークが出ていて、家マークを押すと、パソコン上で、タイムラインのホームページが出て、コメントしたりいいねしたりすることができるようになってですね。つまり、LINE っていうのは、これまた後で話しますけど、パソコンでもですね、ID パスワードでログインすれば、LINE のアカウントが使えるようになってるということですね。これがポイントです。ただ、見てもらったらわかるんですけど、LINE のアプリで見たタイムラインとは、若干ですね、ちょっとデザインが違います。なので、この、LINE のタイムラインをブラウザーで見た場合とアプリで見た場合に、ちゃんとここがね、自分の思い通りな感じ、こう顔がね、真ん中に出たりとか、左に出たりしてるので、この辺がデザイン的にどうかっていうことはちょっとチェックしておいた方がいいです。で、若干ね、ここもちっちゃく出ます。若干一回りぐらい小さく出るので、ちょっとこれスマートフォンで見るには少し小さい気がするので、できればね、アプリで見た方がいいと思いますけど、こんな感じでできます。今回ポイントなのは PC から見れるっていうことなんですが、実は、認証済みアカウントっていうのは、タイムラインっていうものが今までブラウザーでも見ることできたんですけど、一般アカウントは多分僕できなかったと思うんですよね。LINE のアプリ上でしかタイムライン見れなかったのが、今回パソコンからも見れるようになったので、この点はかなり大きいかなと思っています。で、このパソコンから見れるっていうことは、もしかしたらこれが、検索に引っかかるっていうことがもし今後出てくるんであれば、結構面白いことになってくるかなという気がしています。ハッシュタグの問題とか、ハッシュタグ検索の問題とかもありますから、結構面白いかな。で、この LINE ブログともね、組み合わさっていったら結構面白いかなというふうに思っています。そしてですね、三つ目です。いいねボタンですね。このいいねボタンを、ホームページ上に設置することができます。まあこれはもう Facebook のいいねボタンだと思ってもらえば間違いないです。で、このいいねボタンを設置すると、これポチッとするとですね、Facebook と同じように1っていう数字がこういうふうにカウントされて、で、これをした瞬間に、ここにですね、シェアっていうところにチェックが入ってると、LINE のアプリのタイムラインのところに自動的に何々さんが何々についていいねしましたみたいな形で投稿されるんですね。これ Facebook と一緒です。ただ、Facebook は最近いいねしたっていうものがニュースフィードにほとんど出なくなってきているので、そういう意味では、このタイムラインの方に出していくっていうことは、もしかしたら今後、Web 誘導としては新しい道が開けてくるかもしれないので、これは注目です。で、当然これは、タイムラインにシェアするときの公開範囲っていうのを LINE のアプリ上で設定してて、友達のみなのか、友達の一部の人なのか、全体公開なのかによって、ここは変わってきますけど、このようにシェアできるようになりました。そしてですね、ここのとこに大きくですね、このように写真が出るんですね。で、これは、Facebook の OGP と同じで、同じ形で、Twitter カードともほぼ同じ形なので、ここに、どのような写真が出るかによって、当然そのタイムラインを見た人がクリックする率が変わってくると思いますので、ここのカスタマイズっていうのが今後も重要になってきます。ということで、もちろんこれね、シェアにチェック入れないでいいねを押せば、ブラウザー上だけでのいいね数がカウントされるっていうものですね。ただちょっと残念なのは、これまあいいねした時の、これ測定していくこともまたパラメータつけたらできるんですけど、どこにシェアされたかっていうのは後でね、確認ができるといいんですけど、これ押して多分見れないんですよね。というのがちょっと残念です。で、ちょっとね、危惧してるとこはここです。例えば、この友達追加ボタンを押したときに、今まではアプリに飛びますかって聞いて、アプリに飛んで友達追加してたのが、今回は押さないでできるようになったのがいいって言いましたけど、ただ最初の1回だけは、ブラウザーで LINE でログインしてくださいっていう画面が出るんですね。この時にメールアドレスとパスワードを打たなきゃいけないんですが、ここのハードルが意外に高くて、1回ログインしちゃえば2回目からね、できるんですけど、1回例えば、サファリを閉じてしまうとか、再起動するとかって言って、これがもう一回やり直しになった時に、ここがちょっとね、リテラシーが高くないと離脱するんじゃないかなってことがちょっと気になってはいます。
はい、いずれにせよですね、今回の、LINE の、ソーシャルプラグインは結構注目ですので、ぜひですね、設置してみてください。LINE アットビジネス活用コンサルタント横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。